皆さんご機嫌いかがでしょうかひろこのスペシャリストに聞く。今回は副眼経済塾代表取締役、渡辺誠二さんにスタジオにお越しいただいております。渡辺さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、1月11日ということで、はい、2023年も明けたということで、はい、ただ年少、はい、大発会株式市場大きく下げて始まって、はいうん、マクロ環境もあんまり良くないので、今年はちょっと、 とあんまり期待できないって声多いんですけど、いかがでしょうえっと、実はですね、こちらに指標ノートなるものを持ってきましてですね。田辺さんがつけてる指標ノート。はい。これは毎日のですね、まあその日経平均とかニューヨークダウとかそういった指標ですとか、何が起きたかっていうのを書き記してるんですね。これも26年目になってる。26年書いてる。はい。で、ちょっと振り返ってですね、昨年2021年1月、大発会のあたりはどういう話題があったかっていうのから振り返っていきますと去年ですね。はい。そうです。 えー、3日ですね、アップル時価総額3兆ドル。ああ、景気がいい話。かっこ340兆円って書いてありますね。すごいそして4日、トヨタアメリカの販売初の首位233万台となりまして、なんと大発火4日の日にですね、トヨタは史上最高値をつけると。は<ー>こういうですね。大発火が一番良かったんですね、そうです去年はね。それで勢いをついてですね、はい、今年はいいぞって言ったんですけども、うん えー、一年通してみれば結果論はマイナス終わってるんです。そうですね。はい。はい、今回は逆にですね、ええ、まあ、あの、大発火が377円安という形で、ま、スタートしていますけれども、はい、あの逆に言えばね、こうスタートしてるから、こうなんじゃないかと、いうふうにも考えると、ね。なるほど。期間ね。悲観論が多い中で、決してそうではないかもしれないというのとが、うんうんね、渡辺さんの今の、はいええ、ま、感じてる。そうですね。 はい。はいまあ、渡辺さんと言いますと、ええ、四季法読破二十、今年で六年目ということで、うでね、もう四季法をもう100、百冊、はい、今回で101冊目そうです。こちらがですね、26年目の101冊になりました。通読されているということで、はいええ、これ全部毎回毎回メイされているということは、はい、日本の企業の細かな変化をこう、うね、如実に感じ取ってこられているわけですよね。はい えー、まあ、一言で言うとしんどいですけど。<laughs> しんどいです。しんどいですけど、えー、これをやっていきます。で、まあ、ミクロの積み上げはマクロという形で、はい、えー、まあ、日本経済に見えてきますし、またですね、上場会社っていうのはもう各業界の代表ですから、必ず世界と取引していると。 つまりそういった企業の動きを見ることで世界経済が見えてくると。これが季報の魅力です。ちなみにこちらに写ってるこの写真なんですが、こっちですね、これ。うわ、すごい。これがですね、私たちが言ってます三種の人器というものでして、こちらの季報読書ですね。これが百冊。百冊読んである。そしてこの辺にいっぱいあるこれがですね、新聞の切り抜きですね、この辺全部。こちらがですね、市用のと。市用のそれのうちの一つがこれですね。 そうすると、まあ、あらゆるデータと変化というものが、はい、まあ、こう、脳に、こう、刻まれているということで、そ,でね、そのエッセンスを皆様にということで、ね、こう、本もね、出されて。ね、はい。12, 12月2冊も出て。そうなんですよ。ありがたいことにですね。こちらが、えっ、ー、と、10倍株、100倍株、えー、超有力株の、えー、探し方みたいになってますけれども、これはですね、ソフトバンククリエイティブから出てまして、えー、どちらかというと、式法の活用法なんですが、 えー、データとかの定量判断じゃなくて、どちらかというと、四季報コメントの中にこう行間から出るテーマみたいなね。はい、どちらかというと、訂正判断を使ったその銘柄の選び方みたいなのをここで書いております。はい、読みました。はい。面白かった。面白かったですか、はい、ありがとうございます。はい、はい。で、こちらはですね、あの、ビジネス社が出てますが、これは全く経路が違います。えー、そを100冊読んで分かった投資の極意となってましてですね。はい はい。えー、これはもう100冊読んで、えー、だから何なのって言われるわけですよ。<ー>はい、はい。で、いや、読んで良かったよってことなんですが、何が良かったかっていうようなことですね。いろいろこの体験談としてまとめてると<ー>、えー。で、これあの、ビジネス社の社長がですね、はい、わざわざこの書評を書いてくださってて、えーはいえー、実はこれ、一応投資の考え方も書いてあるんですが、なぜか UFO の話が出てくるんですよ。 u f o です。<laughs> 未確認飛行物体の話が。はい。はいはい、なので、投資の本の中に UFO が出てきたという初の本なんで,ですね。<laughs> はい、普通は出てきませんか、ね、出てこないらしいです。なんで出てくんのかという。まあ僕なんか一緒だと思ってるんですけど、皆さん別々に考えてるらしいんですけどね。<ー>実は一緒だみたいな考え方をですね。はい。 ええ、まあ、ここに書いてあります。ぜひ、あの、その謎を解きたい方は、こちら手に取って読んでいただければ、投資の参考にぜひ、そうですね。お役立ていただければと思います。こちら QR コード読んでいただきますと、ご購入ページ飛びますので、ぜひ、こちらの方も読んでいただければと思います。今日はこの動画の中では、23年の日本株市場、どういうふうにご覧になっているのか、ということを含めて、どういうふうに個人投資家がやっていったらいいのか。 わかりました。教えていただければと思います。はい。では、ちょっと指揮の話に戻りまして。一旦ここで、この番組は、豊かで豊かに、豊かトラスティー券の提供でお届けします、はい。よろしくお願いします。では、伺っていきましょう。はい。はい、えー。ではですね、資料、こちら用意しました、えー。今回はですね、2023年一瞬新春号なんですけれども、はい、まずですね、この12月に発売される新春号の位置づけなんですが、えー、簡単に言うと、来期予想。はい、来期予想を見ながら、 翌年の相場を展望する指揮法だと。来期というと23年4月そうです。で、まあこれはですね、はいえー、22年の12月に出てますから、はい、まあ分かりやすく言うと23年の相場を展望する指揮法だと。というふうに考えてください。はい、で、えっ、ー、と、編集後期にですね、ちょっと面白いことが書いてありまして、はいえー、今号は面白いですと。新春号は年4回のうちで最もサプライズ機を発掘しやすい号でと。大胆な上振れ下振れ予想が多く見られると。 ああ、まあ、お正月前に読むのが一番面白いってことですね、はい。そうですね。で、これ編集長がわざわざこう書いてるてい、ね、面白いって言ってるんですか、ね、なんか,か面白いって言ってるわけですよ。はい、はい。で、その面白い指揮法の第一印象なんですが、えー、こちらですね。えー、合計3538社の今期営業増益率は前後比マイナス6.7%下振れと。あれうん、えー。で、これはブレーキかかる。うん。一方で、はいえー、来期増益率はプラス5.8%上振れする形となり、あ 2023年は全体として強い相場になりそうと。ああ、来季予想はいいんですね。そうなんです。はい。はい。でもここでもすでにね、はい、えっと、下振れとか上振れっていう形でも出てますよね。はい。はい。まあ、いろんなこういうですね、えー、下に触れたり、上に、えー、触れたりっていうのは、まあ、今回ね、結構出てくるんですよ。はあはい、はい。で、えっ、ー、と、一応全体の数字を確認しておきますと、合計3538社は、今期が13.4%増収。 15.9%の営業増え、うん、来期は3%増収、11.3%の営業増益となっています。はい、で、えっと、先ほどお伝えしました通りですね、今期は下振れ、来期は上振れなんです、うんはいで。これはですね、あの、決して悪い話じゃなくてですね、どちらかというと、3ヶ月前までは、こう、への字、先が大きく下がるように見えたんですけども、うん、これから悪くなるよっていう話だっ見えたんですね。ところが、今期が下がって、来期が上がるんだよ。 ちょっとここに上がって見えるんですよね。これから良くなる方がいいよね徐々に、はい、あの、への字だったのが、フラット、一文字になってきてるっていうので、決して悪くないです。はい。はい。そして、進行お、ごめんなさい、これ四百八十社ですね。ごめんなさい、間違えた。百八十社ですね。はい、はいえー。こちらがですね、今期十七点一パーセント増収、二二十十六六パパ点九ーセントの営業増益。はい。そして、来期が十四点八パーセント増収の八十三パーセント営業増益。 これはですね、うん、今期から来期にかけて、尻りやがりに上がっていきますから。はい、まあ、これはもう素直にいいと。い。う形になります。はいはい、はい。で、えー、ちょっとですね、話を飛びましてですね、じゃあそもそも今年という相場はどうなのかって話をちょっとしていきますとですね、えー、これはですね、証券史上144年の歴史から見る、えっ、ー、ととですね、西暦下北桁のサイクルっていうのをちょっと考えてみましたと。はい。 え、これ最大のポイントはですね、戦後は日経平均株価っていうのがあるので、それを使ってるんですが、戦前も実はあると。これが最大のミスです。戦前は何を使ってるかというと、東京株式取引所株っていうのがありまして、その株価を使ってるんです。で、なぜこの株価を使ってるかというと、日本初めて第1号上場企業が東京株式取引所だったからなんですあ、なるほど。つまり、え、明治のですね、え、ま1878年に、 え、市場が開くんですけども、その時からずっと全部の歴史を見てきてるのはこの会社だったんです。この東京株式取引所ですね。はい。はいはい、これはですね、株価ググっても出てきません。これはな超アナログで実は取ってきてるんですけども、それを修正してるんですね、さらに修正株価を使ってます。はい。はいで。それで見ていきますと、実はですね、あの、2022年は、虎年。 だったんですね。はい。で、えー、相場格言は、虎、千里を走るってことなんですが、実は私ね、虎は千里走りませんって言ってたんですああ、昨年の段階で。そうなんです。はい、それはなぜかというとですね、えー、この虎年見ていただきますと、これですね、ここ。ああ。はい。で、え、よくないのそうなんです。全期間の平均ってとこ見ていただきますと、これ、12の江戸でですね。あれ唯一マイナスなの そうなんです。唯一マイナスなんです。えー、唯一マイナスなんですね。唯一マイナス。ナスよくないんだ。はい。そして勝率というのはですね、年間ベースで上昇して終われば勝ち。下落して終わると負けなんですが、その勝率もこれ見てください。ずっと見るとね。はい、このな。低いですね。20%台っていうのは。はい。27.3%最低なんです。最低ですね。はい。だから12の板で一番パフォーマンスも悪いし、勝率も低かった。<ぁ>だからトラセンで走りませんと言ったんです。はい。 で、ところがですね、今年はうさぎ年、2023年うさぎ年なんですが、これうさぎ跳ねると言います。言いますね。はい、はい。で、これは跳ねるんじゃないかと思っていです。本当に跳ねるかっていうと、はい、それはまずですね、この勝率見ていただきますと、はい、80%。えー、すごい。これを。はい。で、これをですね、超えてるのは唯一ここにあります、猿年なんですが、81.8%。八パー。はい。なんですけれども、えー、戦後のパフォーマンスで見ても 16.、16.4%。 サル年は8.8%ですから倍以上ですね。本当だ。はい。前回見るとですね、31%も上がっちゃったんですね。えぇ、うさぎ年やっぱ跳ねるんです、ね、うさぎ跳ねるんですね。っていうのが過去のデータとして出てるという。あく、はい、までも過去ですけどね。過去ですね。はい、はい。ただまあ去年も、えぇ、ー、虎は線に走りませんと言ったら走らなかったと。はい。ただ今年は跳ねますって言ってましてね。はい。跳ねるんじゃなかろうかということです。はい。はい。それからもう一つですね。はい。こちらがですね、えぇ、ー、下一桁。 の、えとなんですが、こちら、横軸にですね、0123456789となってまして、縦に1870からこう始まっています、はい。はい。例えばですね、ここは、1870のこの8のところに行きますと、これが1878年、史上誕生です、はいあ。そういうことなんですね。はい、はい。で、あとは NA っていうのはちょっとデータが取れなかったところなんですけれども、それ以外は全部取ってまして、 えー、3の年はどういう年かというとですね、こちらですね。2023ですからね。はい、今年。はい。で、こちらを見るとですね、まあ、あのー、勝率も、まあ、3つに2つは勝ってるので、ま、悪くないかなっていう印象ですよね。はい。はい。はい、で、まあ、特にこれという特徴は実は成績で見るとあまりないんですが、うん、はい。ただ一つだけですね、こうやって並べてみて、特色があるのが一つだけあるんです。はい。それ何かというと、この青くハイライトしてるところを見てください。はい。これですね。 はい。これ全部ですね、大きな戦争が起きた年なんですあ、そうなんですか、はい、はい。例えばこれが1894年なんですが、これ日清戦争なんですよね、ここが。んああ、なるほど。はい。はい、次、1900年の 4, 4年目ね。これが、えー、っと、えー、1904年ですから、日露戦争。日露戦争。はい。 そして、1914年は、これ、第一次世界大戦。ああ、そうですね。はい。戦争中はやっぱり弱いですね。そうですね。こちらが1950年、朝鮮戦争。ああ。はい。そして、2022年、これが、ロシアのウクライナ侵攻なんですよ。見ての通り、青いハイライトは全部マイナスなんですが、ポイントはですね、その翌年なんですよ。はい。翌年見てください、これ、全部。すごい日清戦争の翌年は2.8倍。はい。日露戦争の翌年は倍。はい。 第一次世界大戦の翌年は2.3倍。はい、そして朝鮮戦争の翌年は63%アップ。はいはい、今回どうなのっていうですね。ちょっと一応そういう期待を込めな,がらなるほど。去年のロシア、ウクライナの翌年になっているということです,、ねはい、うですね。はい。そんな形になっています。<laughs> はい。はい、ということで、まあ、過去のデータから見ると、年回り的には悪くない,い悪くないと思いますね。はい。で、えー、次ですね。 はい。とはいえ、ちょっとまた指標に戻りまして。はい。えー、じゃあ本当にいいのって話なんですけれどもえ。こちらがですね、見出しランキングで見る業績トレンド。これ、指標の2ページに、こういうランキングがついてるんですよね。そうですねはい。はいで。これで見るとですね、えー、いいコメントは丸、ダメなコメント×にしてますけれども、それで見ると丸が13から11、3ヶ月前から2個減ってます。うん。一方ですね、×が2から3で1個増えてます。うん。なので、ちょっと良くないですよね。あんまり良くないよね。はい ただこれはですね、今期なんですよ。ああ<ー>、なので、じゃないのそうです。一番最初に言ってて、今期はブレーキかかりますよって言ってるんです、ね。だからこれは確かにそうなんですね。はい。はい。そして一番に出てるこの俗伸っていう言葉なんですけれども、はい、これ実はですね、あの、いかにも出てきそうな言葉なんですが、あまり出たことがないんです。あ、そうなんですかはい。このランキングの表自体は、2012年から約12年、10年、10年間続いてるんですけれども、はい その10年間のうちでトップになったのは今回3回目なんですよ。え、そんなもんなんだ。そんなもんなんです。<ー>で、しかもですね、目先的に、えー、このお俗伸が出たあ月、つまり、支給法の発売日ですね、この月の、おその支給の発売日のお中で、だいたい安値をつけてですね、おしめを作るんです。え、はい、で、その後上がるんです。そういう特徴があるんですか特徴があるんです。はい。というのはあります。ちょっとこれ後で見ていきます。はい。 あとは特色としましては、2番に下振れ、3番に上振れ、また真逆の組み合わせがありまして、編集後期でも上振れや下振れがあるなんて話をしてますよね。はい。はい。というのがあって、やはりそういう姿もここに見えてると。で、先ほどのですね、その、俗心が1番に出てきたところはどこかというと、はい。はい、こちらがですね、これが日経平均ですね。はい。 で、前をお伝えした通り、反落が一番に来ても実はね、結構上がるんですよ。これ反落なんです。はい、灰色が反落なんですけどね。はい。全部上がると。はい。で、このピンクがですね、えー、俗心なんですけども、はい。えー、1回目が二千二十二年の三月。過去三回の一回目。はい。で、ここにやっぱり、この月に安値をこうつけて、ビュッと上がると。おー、はい。はい。そして次がですね、二千二十年の九月。これもですね、ほぼほぼここで安値をつけてますった。そうですね。はい。で、今回もまた、 ニューッと下がって。で、今回一二2、回目。3回目の正直だから、えー、2023年に跳ねると。はかなじゃないか。というふうに。期待したいと。期待したい。まあ、過去の事例で言うと、そういうパターンが見られたということですね。はい、そうですね。はい。はい。そんなのがちょっと、まあ、えー、少なくとも四季法のリズムからはこういう、過去はこうなったんですね。リズムというふうにね、見るんですね。はい。はい。そしてですね。 えっと、まあ、先ほどもお伝えしました通り、えー、これはですね、全体の業績なんですけれども、えー、左側のこちらが、実践がですね、売上高の変化率。前期、今期、来期予想です。はい。赤い線が振興市場。はい。え、青い線が合計3538社なんですけれども、はい、で、点線が営業利益です。うん,うん。で、先ほどお伝えしました通りですね、あのー、営業利益の変化からいきますと、この赤い点線、これは振興市場ですけども、V 字になっています。はい。 うん、はい<期>え。そして、えー、この合計3538社も、えー、前回まではこういう辺の字に見えたんですけど、はい。これは徐々にフラットな気がきと。下がんなくなってる。そういうことですね。はい、はい。で、私はですね、これ、えー、徐々にこれもっとね、来期は上がってくんじゃないかと思ってるんですよ、こっち側に。徐々に。どうしてですか <laughs> はい。これ理由が実はありまして、はいえー、この売上高はですね、3ヶ月前から比べると、実は売上は上振れしてるんです。うん、はい。 営業利益はこれ下振れしてるんです。はい、この青い線をね。はい、それなぜかというと、値上げなんですよ。ああ、価格転嫁。価格転嫁なんです。はい,はい、はいえー。つまりま、インフレによって値上げがすごいじゃないですか、ね。はい,はい。で、えー、値上げすることによって、値上げすれば売上げが同じ数量売れたら上がるわけですよ、ね。そうですね。だから売上げが上昇、上報数値とか上振れしてるんですけども、一方で値上げというのは、えー、コスト高にもなるわけです。はい。だから利益を押し下げると。う うん、ところが、来季の利益が押し上がってきてるということは、あ、らそうですね、来季ですね。えー、徐々に価格転嫁がどんどん進んでいけば、売り上げも上がるけども、利益もちゃんとそれ、価格転嫁すれば利益ついてくるよねとなってくるので、うん、徐々にこれが、 ね、来期の方が上がり始めてるじゃないかなっていうふうに読んでるんですね。なるほど。じゃあ、日本の企業にもインフレというものが好循環になって。はい、そうですね。はい。組み込まれつつある、はい、あると思います。なので、少なくともこの四季法のデータ上はそういう動きが見えてるのは確かです見えてくるんですね。ああ、よかったです。はい。はい、で、えー、このお進行資料につきましても、この V 字の形はもうずっと見えてますので、はいえー、これは引き続き、えー、強いなと。 はい、ただ、これはですね、残念ながら、この V 字の形がずっと見えてたんですけども、株価下がりっぱなしだったんですよね。<laughs> はいで。ところがですね、うん、あの3ヶ月ぐらいの流れで見ていきますと、えー、こちらがですね、えー、株価3ヶ月の株価パフォーマンス。はい。はい。えー、そしてこちらが12ヶ月の株価パフォーマンスなんですが、この上の2つね、これ3ヶ月なんですけども、えー、まあ、このグロースでいきますか例えばグロース、はい、当初グロースの場合は、 えー、<ー>これは15%上がったです、ね。過去3ヶ月よかったです、ね。よかったんです。プライムがほぼほぼ横ばい。はいえー、マザーズとか日経平均という見方で見ても、過去のえー、そうですね。はい、マザーズが5.2%上がって、うんえー、日経平均はマイナスだったと。えー、つまりですね、えー、ようやくこの業績の見え方に沿って株価もちょっと動き始めてるっていう形で、非常にこの、えー、相場的には悪くない話なんですよ。 去年はアメリカの株が利上げによってダメだったということに、うん、まあ結構引っ張られてダメだったんだけれども、はいええ、そこから少し切り離されてきたっていう,印象う,、ね、う,いうことですかはい、割とまあマーケットが素直に、はいえー、その業績を織り込みつつあるというふうに見ていると、はいえー。で、ただ1年間を通じてみれば全ての市場がマイナスですから、世界的に見ても出遅れだよねって話なんですね。<laughs> そうですね、はい。ということになります。 はい。はい。で、もう一つはですね、あの今回上振れしたいぶら多く見られる、ね、サプライズ企業が多いって話がありますので、はい、せっかくですからサプライズ企業は何,何ぞやって話で見ていきますと、はい、はいえー。実はですね、私もこう、今回指を読むとね、結構その見逃してたなって思うのがたくさんありまして。前後まではあまり気にしてなかったけど、うん、こ今回でそう。いやなんかねあの、気にはなってんだけど見逃しちゃったみたいなのもあるんですよ。あるんですか。はい。はい、でそれは何かというと、ここに3つ挙げてるんですが、はい 先にね、株価見ちゃったわけです、これ。見てください、これ。ああ、すごい。付き足ですもんね。そうです。これが、最新号の季報についてるチャートなんですよ。ええ。このようになって、棒立ちなんです、みんな、これ。本当ですね。一番上のサンテックがこれ、安値から高値まで2.3倍。え、KPPGH、これは、旧、ここに書いてある、国際紙パルプ商事なんですけれども、え、これが3.1倍。これはすごい、も連続要線ですね。そうです。で、リリカラってのは2.4倍。 これはオフィスのね、はい、インテリアう、はい、こうなってるんですよ。で、それぞれですね、まあ、あこの辺から一年以内に上がってますよね。そうですね。十二年中に上がり始めた,、はいたね。そうなんです。で、えー、じゃあ、ってことはこの上がる前どういう形してたかっていうのは、簡単に今こっちなんですけども、はい、えっと、サンテック国際紙パルプ商事は、えー、ちょうど一年前の指揮法、えー、つまり二十二年新春号の,、はいえー、の指揮法なんです。 で、リリカラだけは3月に発売された春号なんですが、はい、えー、どこにその特徴があるかというと、この矢印なんですよ。前後非増加額。はい。で、特にこの大幅増額ってありまして、<あ>こ,<れ>こういうところを見るんですね。見るんですね。はい。で、これはですね、四季報の3ヶ月前からの変化率を見てまして、はい、30%上振れた場合には、この大幅増額っていうのは出てくると。ええ、あ、30%。 そうなんです。矢印2個になるんですね。で私実はですね、これあんまり重視してなかったっていう反省点があって、はい。素直にこれ、これね、ちゃんとサインが出てるんですから、これ指揮法独自マークなんです。パッと見て出てくるわけですもんね。も瞬ですよ。はい。だったら素直に買ったけどこうなったんだみたいなですね、反省がありまして、というのも、これが上振れ企業と言って、ああ。これサプライズ企業っていうのがこのことらしいんですよ。なるほど。変化してますよっていうことを、そうです。かりやすく表示してたわけですね。 で、えー、特にこういった変化が今回は分かりやすくて、上振れも下振れもしてますと。だからこういうサプライズ機がたくさん出て、非常に最も見つけられることができますって、わざわざこの編集長が書いてあるんですから。ね、じゃあ素直にこれをちょっとね。 えー、探っていったらいいんじゃないかと。なるほど。いうのも一つの考え方かなと思います。これ逆に、えっ、ー、と、まあ、減ってる場合は下向きの、はい。下向きのもあります。あるんですかありますね。はい。<そ>なのでそこはちょっと注意してね。そういうのを保有しているときはちょっとポートボールの組み替えを考えるとか、いうふうに、そこだけ見るっていうのも最初、正直。それでもいいと思いますよ。いいかもしれないですね。うん、あの、素直に、もう一番、はい、えー、ちょっと私もね、あの、100冊も読んじゃうとね、考えすぎちゃったりしてる。<laughs> <laughs> 改めて1 0一冊の時はね、素直に見たら、あ、これは単純にこれでいいじゃんと思いました、ね、そうですね。こんだけパフォーマンス上がってるんですよね。そんな気づきが今回ありました。とい,と,ね、ということで、えー、四季本の読み方、迷子を読むために新しい発見があるということで、はいうん、ただ、これまでね、101冊、はい、私たち読み返すことできませんので、ねえー、100冊読んできた渡辺さんのエッセンスはこちらの本をお手に取ってそうです読んでいただければ。はい 手っ取り早く。そうですね。まず、<laughs> はい、あの、私はもうかなりね、あの、長い道のりで来ましたけど、はい、その大事な部分だけお伝えしますから、はい、そしたらあとはその後式語がね、楽しく読めるんじゃないかというふうに思います。はい、ということで、ぜ、え、ひ、ー、こちら12月に出たばかりの本2冊ありますので、はいえー、お手に取ってご覧いただければと思います。こちら QR コード読んでいただきますと、えー、ご購入いただけますということで、はい、こちら楽しみに私も、うん ユーフォーが出てくる方、まだ読んでないので。あ、そうですか。<laughs> 読ませていただきたいと、ええ、ぜひ、ユーフォーの方もね <laughs>、はい、見ていただければと思います。思います。はい、ただし、皆さん、投資における最新判断は、ご自身で慎重に行っていただければと思います。はい、この番組は、豊かで豊かに、豊かトラスティー食券の提供でお届けしました。皆さん、ぜひ、今回の動画へのいいねと、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。えー、今日は、大変いいお話を、はい、23年あの、暗い、 見通しが多い中で,そう,でそうじゃないかもしれないというお話が聞けました、はい、いやーもう全然暗くないですそうですか、はい、ありがとうございます、はい、渡辺誠二さんにお話を伺いました、はい、どうもありがとうございました,、はい、ましたでは皆さんまた次回お会いいたしましょうごきげんよう